こんにちは、俺にじゃんけんで負けたやつは田舎に帰れ。よろしくお願いします。ラファエルです。都心部として上がりすぎ、というのなんですけど、はい、心霊系というか結構そういうシリーズ増えてるじゃないですか、はい、いやさっきおったやつがねずっとおるもんで、こっち見て。え、どこっすか。あ、さっきの人が。いや違う人が。それ多すぎるからやばい。やばいやばい、渋谷事変みたいになってるやん。これやっぱそんなやばいんだ。これはでもシンプルにする。いや、もういっぱいいますね。マジか。もうすでに、はい、どこもう怖い、ね、怖いな。ってうずせや、そっち。怖いもん、もう。ちょっと、そこにおるって、そこにおるって。どこにもいます。ここに真っ青な男の方が亡くなられて、まあよくね、綾崎チャンネルさんをはじめとするね霊媒師の方に来ていただくことが多いんですけど、はい、もうその強い人に頼るんやめへん、いい加減人生で。どういうことですか。どういうこと。もう自分たちだけでもやっていこうよってことで。いやいや、今回ですね、はい、ちょっとね足伸ばして、はい、埼玉県にある、はい、東明神社。いや、灰稲荷神社。灰稲荷神社というとこ来まして、はい、ここがですね、一応国道に面してるんですかね。そうですね、はい、国道に面してるんですけど、外側から全く見えなくて、はい、で今から回ってきたらこれ見てください。これなんです。ちょっと見てみましょう。何か夜とかちょっとやばそうです、うん、なんで夜来へんかった。なんで昼でした。いやもうだって2人だけですもん。夜来たもっと雰囲気出るんじゃん。いやいや、でも綾崎さんとか、ね、いないと守ってくれる人いないと。守ってくれる人とかそういうのやめようよ。だから、いやいや、自分だけでもこれから俺らたちだけでやろうよ。どうするんすか。病気なんて野田ちまったらええやんけ。いやいや、あーはいって、あーはいって逃げたらええやんけ。いやいや、野田ちまったらな。いやいや、そんな事務所でもずっとお前あんま変わらんやんけ。お前なんか戦闘力。いやいや、変わるよ。お前が事務所に帰ってあーって言ってても今こう仕事しててもあんま変わらんやん。違いが変わりますよ、さすがに。もしくは事務所の前にたむろってる野良猫。お前とあんまり変わらんやん、戦闘力。変わりますよ。そうか、変わるか。さすがに。いや、なんで、はい、でここはですね、もともとはもちろんこういうね、周りがね、環境が広がる前に、はい、住宅とか建つ前は普通神社として使われてたけど、はい、今はですね、手入れも行き届こうって、はい、最終的には廃神社みたいになったと。なんか手入れされなくなった。そう。で、近くでやっぱりその、まあ、事件とかとかあって以降、余計に気持ちがるがなんで、はい、まあ何もないんでしょうけど、やっぱりちょっといわゆる心霊スポットっていう人もいれば、はい、まあ、廃神社っていうだけでちょっと気持ち悪いじゃないですか。廃神社っていう存在は初めて知ったもん。確かにそうですよ、ね、うん、廃寺とかみたいですよね。アフリカ人が20歳過ぎてコンドームの存在知ったぐらい。どういうことですか。先にだから注射して、はい、そういうなんか手入れする前にまずコンドーム配ろうよって俺いつも思うんですよ。はい、まず神社の方見ていきましょう。いやー、怖いぞ、これは。普通の民家の中にあるもんね。そうっすよ、普通の住宅街です。住宅街にあるからね、普通の。普通にただ外から一切見えへんよね。ほんまに。どういうご利益があるのかなと思ってね。もう火とか見てください、折れ曲がってね。すごいっすよ、あんな風に折れることあるって言って、あんな太い木は。いや、ないっすよ。雷とかなんかな、マジで。いや、まあ台風。台風。これは怖いぞ。怖いっすよ。これほんま昼間でこの雰囲気やもんね。そうっすよ、ちょっと怖いっすよ、ね、これ映像どんな風に映ってるのかわからんけど、これはでもほったらかしっこわー。たって何年ぐらいなんでしょうか。結構じゃないですか。結構経つんじゃない。昭和初期とか。それは言い過ぎっすかね。なんで言い過ぎた今。なんで言い過ぎた。いや、その昭和初期とか、ね、なんで、あのディベート対決してる時ひろゆきさんみたいになるの。なんで言い過ぎた。いや、ちょっと、いや、戦争があったじゃないですか。それより後かなみたいな。戦争より後かなって勝手に思ったから、なんとなく思ったことを口にしてみたいな。あ、そうあ、やばいな、お前やっぱやばいな。でここはでもね、あの霊感の強い人っていうか、あの弱い人、はい、弱い人だと霊感が強かったり、そういう体勢に弱い人だと、はい、なんかやっぱり感じるものがあるし、体勢に弱い人だと、はい、なんか頭が痛くなったり、はい、熱が出たりすることもあるっていうふうにネット調べですよ、書いてあったんで、はい、はい、とか目の前に来ましたけど、もうなんか匂いがきつい。うん、ちょっと
匂いなんかすごいな。いや匂いがなんかすごいです。異常な匂いですよ、ここ。やばいっす。ということで、はい、もうね、見るところはここしかないですから、はい、そんなに、ね、長い動画撮っても仕方ないですから、もう早めに立ち去りたいんで、僕らも。はい、もうあの定番の力の中を覗いていきましょう。はい。はい、カメラでまず一回中を。え、怖いとかじゃない、ないっすよね。いや、そういうことじゃなくて。そういうことおおおおちょっと待って今の俺目かなと思った今これ目に見えないのこれおーめっちゃ怖いじゃん怖っピンちょっと何から手出てきて蹴りだと取られたらクラッとかっつってクラッほらはあれ奥あるねあれ中ちゃんとなんかあるっすね開くんですかなんか奥あるねあれこれ開くもしかしてワンチャン開きそうっすねあーこんな感じなんやはー札とかないなんか針金あるぞ針金いや針金ですか開かなあかんなここあなかなかな。開くの？これ開く？開けられへんようになってるね。開けられへんようになってるね。開けられへんようになってる。でも奥は定番になんかあれやね。なんか。定番にその。奥はその普通になんていうの境内というかなんていうんですかねろうそくあったりとか、はい、お祈りするようなあの、はい、仏壇とかある感じ奥がやっぱ広いもん奥広いもんだって言ったらあもうや確かに広いそうこれは覗かれへんのこれ以上もどうしようもないどうしようもないです無理かじゃ怖いっすだから開けて悪霊とかバーってなんか取り憑かれても嫌でしょ彼岸島みたいにはいまあでももう俺思うねんけどさうわ来たお前なんかさお前さ今さ、はいこれがさ、ぶら下がっててさ、びっくりしたってなったやんか、はい、お前さ、車に戻ってきて、下見ってな、車に戻ってきたやん、はいはいはい、その時に、すでにもう後頭部にこれずっとついてたえ、マジっすかうっせぇ俺そういうの言えへんもううざいから俺うざいから、そういうの言えへんここまで中まで来て下見したいってわかるけど、はい、なんで外観みたいだけどこれつくとこいつと思ってもうこいつうざいから喋らんとこうと思ってずっとついてたえ、マジっすか言ってくださいよ言えへんよ、なんでお前に言わなあかんねんでもさ、お前思うねんけどさ、もうさ、なんかその、はい、もし悪霊が出てきてね、はい、なんかその、憑依されたらどうするんですかって、もう毎回言うやん、綾崎さんのシリーズを始め、そっからずっとね、はい、ギャル霊媒師さんと心霊スポット行ってみたりとか、はい、いろいろ言うけど、はい、もう人間のレベルがさ、1000のうちのさ、はい、もう1とか2やねんから、はい、ワンチャン憑依された方が上がるぞ。ワンチャン。なるほど。だって憑依ってさ、憑依されて、はいはい、ラファエルさん最近なんか変とかさ、はい、最近怖いとか、はい、明るくなったとかいろいろあるやん、はい、要はその憑依してきた悪霊の感じの能力でいけんねんからあ今の言えば虎杖みたいな感じですよねだから必ず別に悪いことするわけじゃないねんから、はい、で憑依されたらワンチャンいけるよだからあ僕、うん、パフォーマンス上がるっすかいやお前も言うっすもん両方あ両方ね思うけどな憑依された方がいいんちゃう嫌でしょうねなんかついてるってなってもそれそうか、はい、ちょっと裏側もありますかはいいやでもこれはこれといってないからね特にまあなんかその無理やりさ、はい、演出するもさもうちょっと違うやんか、はいはい、なんかでもまあ都内というか関東に、うん、あとなんかまあ2軒ぐらいあるんですけど大神社って言われてるんで、うんうんうん、1個がなんかもう撮影すらなんかダメみたいなあそこはちゃんと誰かの敷地なんや敷地内でも立ち入り禁止みたいななるほどね、はい外側から見た感じです、はい、ずーっとだから敷地としては結構大きいんですよはいですよね、うん、地元でちょっとした成功を収めて、はい、調子乗ってる田舎の自治ぐらいの家ぐらいある広さが広さで言うと、はい、
広いよね。いや普通に広いですね、まあ、本当に神社やってないかなっていうね。これ裏側ね。はい、赤色が、赤色っていうのがさ、不気味じゃない、シンプル。確かに確かにな。はい、崩壊するへんもんやね、本当に。まあ、結構でも廃神社ってどん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 崩壊していってるみたいです。なんかもうほんまに手入れされなくて。そうやろね、はい、なんで手入れされんくなるんかな。誰もそういう信仰をさ、はい、別に俺も宗教とかないけど、はい、なんかない中でもこういうのってなんかすがったりするやんか。まあまあまあ、まあ、なんか大事にしたりするというかさ、はい、誰のものでもないけど、はい、車勝谷から出てきた女が車の窓開けたから運転手さんがずっとこっち見てて、なんとかして事故れへんかな。いや、その霊がここに映れへんかな。撮影中に事故ってなれへんかなってめっちゃ願ってた。最悪な、心の声全部出てますよ。ガーンって衝突せへんかなって。まあでもちょっとこのね、廃墟シリーズの流れでこの間ロープウェイ行かせていただいた動画もあったんですけど、ここマジでちょっとふざけると危ないわ、はい、本当に。でもあのここでロープウェイ、あ、こういう感じですね。はい、向こうまで行けるんや。反対側のあれだな。運気やばない、ここやば、もうやばない雰囲気これ。いや怖っ、まあ、その流れね、まあ、廃神社っていうのちょっとやらせていただいて、はい、まあ繰り返しになりますけどね、嘘の演出とかね別にしたくないんで、はい、まあ、これが以上なんで、まあ、ただねちょっとね夜とか来るとね良くないかもしれんね、まあ、周り民家やし、はい、民家なんで、うん、じゃあこんな YouTube の動画出すなって話やからそもそも、うん、迷惑だろ近隣住民にって話やから。確かに間違いない、と YouTuber はこの野郎っていう、俺が近所で住んでたら思うね。そんな言わないよ。ドーンできへんやろな。ドーンってドライするんすか、本当にそんなになったら。え？ドライするってこと？いやいや、だって動画も映ってないじゃないですか。映すで。いや映すの。別海外サイトで。それでモザイクとかオッケーですね。なくてオッケーなところに。こんにちは。はい。事故れ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 。はい、ということで、ね、戻ってきましたけど。いやーでもね、毎回思うんですけど、はい、こう、まあ、心霊スポットではないですけど、こういう廃墟というかね、とは言っても、心霊スポットじゃないとは言っても、なんかいい気が集まってる感じはしないというか、はい、重いというか、うん、毎回廃墟とか心霊スポット、なんかこう行った時って、はい、なんかどっと疲れへん。いや、めっちゃ疲れるっすね、本当に。なんかその、そんなんを思い込むようなマインドじゃない、俺ですらなんか、はい、行ったら行ったで、なんか気持ち疲れるというか、絶対ないねんけど、絶対ないって言い聞かせてる自分がおんのよ、はい、なんかこの間も俺廃墟ロープウェイかなどっか行った時に、はい、ちょっとぶっちゃけしんどかったの翌日とか。あ、風邪ひく前兆ぐらいの時って分かる時あるやんか、はい、あんな感じやったけど、どうしてもその前日の心霊スポットのことが頭にあるから、はい、それでなんかあったんかなってそんなん信じてない俺が 60%、はい、でもなんかたまたまかなと思ってたりするのが残りみたいな、はい、ふうなので、なんか、まあ、そんなん絶対ないからっていうふうに言い聞かしてる自分がおんねんけど、毎回冷静に考えたら、毎回こういうシリーズを撮った後って、翌日その気持ちのやり取りが頭の中になる。どっか信じてるから怖い自分がおんねんよな。うん。だってこんな昼間のさ、編集上はさ、ちょっといい感じでさ、コントラストいじってるけどさ、はい、こんな昼間の明るい時でもさ、ちょっと重いもんね。いや、本当に、ちょっと重いっすね。重いし、毎回その、この映像を見たコメント欄が、やっぱりどっかの秒数で何があったとか何やねん聞こえたのが多いもんね。多いそうです。本当に多いですね。で、今回は、ちょっとね、遠方ってこともありましたし、こういうのに見えるね、霊媒師の方とね、一緒に来るのもありだったんですけど、まあ、コンセプト的には、ほんまにちょっと一回、俺らだけ行ってみたらどうなるかなっていうのもあったんですよ。はい、霊媒師の方が来た時に、じゃあ、綾崎さんが来てくれた時に、なんかないんですよ、結局。はい、彼らがいると、退治してくれるから。はい、でも、俺らだけで行ったら、素人やから、なんかあっても対応できへんやん。で、今回はほんまにね、片岡がね、狐に憑依されへんかなって、本気で思ってて、これなんで、まあ、憑依されず。はい、またね、また憑依されず。はい、また憑依されず。すでに狐ではないか説。俺が、うん、憑依されてる説。いや、憑依されてたら、
あれですよ、上がってますよ、うん、またね、新しい説が生まれたところでね、はい、うん、まあ次のね、心霊スポットを目指しましょう。ここ行ってほしいっていうのがあったら、ちょっと不法侵入とかできないんで、はい、あくまでも普通に入れるところ。この間のロープウェイの廃墟は普通に入っていいとこ入れたんですよ。ああいうね、入って大丈夫なところをどんどんね提案いただければ、我々もね全国いろいろ行きますんで、はい、廃墟シリーズというか、どちらか心霊系の方がいいかな、うん、誰でもその体験として行くこともできるし、ちゃんとほんまにワンチャンなんかあるでっていう映像も撮りたいし、はい、っていうところね、ぜひぜひコメントの教えていただければ行きますんで、はい、そんな感じで今日の動画ちょっと久しぶり短いですけど、はい、はい、心霊系という動画で、またコメント欄楽しみにします。ありがとうございました。お前さっきさ、コンビニでさ、はいはい、このゴミ箱のさ、はい、ゴミ捨てといてって、これマネージャーの仕事のこれ当然やるわな、はいはい、お前歌どこ行ったな、歌ごと捨てたん。いや、これでもこれ言っていいですか、うん、これ多分ね蓋なかったっすよ、見たっすもん僕。じゃあどっかのタイミングで蓋が最初あったん知ってるね俺もちろんな。はい、いや僕もだってそれ、はい、うん、設置したの僕なんで。じゃあこのゴミ捨てるん1回目じゃないんかな。いや多分1回目じゃないと思うっすよ。1回目捨てたやつが蓋ごと捨てたな。じゃあ、はい、やばないそいつ、やばいっす。じゃあもうガロンかユースや。いやもうなんかこれは俺が悪いみたいになるな。でうん、ガロンかユースしかない。お前初めてやろ。はい、でも確率的にあとユースか。まあユースですね。やばない、うちのマネージャーゴミ捨てといてなーってもう蓋ごと捨ててんねん蓋が中に落ちててやな、たまたまな。そんなもうお構いなしや、やばいな、お構いなしや。すごいなお前は、もう怖いわ、怖い現代人はな。いや一応見に行きますけど今から。見に行って、はい、コンビニ、ローソンのコンビニにゴミ捨てたやろ、はい、そこにゴミの中に入ってるかどうか見ようか、はい、あったらどうするかだけ答えて、いや なかったら自信あんねろ、はい、あったらどうする、あったらすか、うん、いやなぁマジで、あったらすか、ないとは思ってる、ないと思ってます。うん、じゃあ、まあ、あったら前髪切ろ。いや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 、do we know what is right or not? Are we victims? Take it up, all the fake news. Get us friction between the right and wrong. We don't even know the answer. Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we all just in a fake box? Are we living in a, are we living in a, are we living in a fiction? Are we living in a fake box? Are we living in a fiction? Are we living